はい、どうも翔です。今回は前回引き続き、新明祭でチームデスマッチ戦っていこうと思います。でですね、今回、使う武器は M27 の、可変ストックファストマグで、メインウィンポーン2にアバカン可変ストックということで、ご存知の通りね、アバカンは火力があるので、まあ近距離中距離で、 M27 はねちょっと火力は少ないですけど、まあ、ブレが少ないので遠距離中距離に強いので、まあ、相性いいんではないかと思います。でパークはハードライン、タフネス、 EX コンディションでタクティカルに EMP を入れていきたいと思います。で今回の明細、今回はパックアパンチ、これがね一番ちょっと今回のね新明細で印象深いので使っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけでチームデスマッチやっていきたいと思います。今回使う武器は、M27 と、アバカン AN94 のパックアパンチ迷彩でいきたいと思います。でなぜこの2つを選んだかと言いますと、まあ、アバカンさんはね、まあ、みんな使っていれば分かる通り、まあ、近距離中距離がねかなり強いんですけど、遠距離の場合ちょっとね多少なりブレるんで、まあ、それを補えれるよいしょ、まあ、正確さを持つね M27 でやっていきたいと思います。よいしょ、さあ右端から右端の上に溜まってるのもね行きたいところだけど、裏は誰もいないと信じよう。よし、いただき、よしロードしといて、いないか、案外ここのフィールド慣れてねえんだ、怖い、弾がないぞ。よし、もう一人いたような気がするけど、とりあえずリロードしといて、ナイス。さあこちらもリロード。結構ね弾切れの際もね、この二手持ちだと結構役立つんでいいと思うんですけど、よいしょ危ない、お結構危ないもん持ってんぞあの人、3人いるな、これはこいつの出番かな落ちろ、よーし、あたりが落ちる、ナイスだ。さあ反対側リスしたぞ、上に一人登って、ショットガンはこういう、あ、やばい、ここは素直な順に乗せて、ん？フラグで二人ともやったのか、わかんないけど、よし、さあ、もう片方がたまないんで、ああ、ショットガンか、うまいね。さあ、火力を出して、よし、さあ、走るときはアバカンがいいかな、これ個人的だけど、出会い頭だとなかなかやれると思うんだけどね。そこは味方見てくれてるか、ほら、俺は真ん中上上がっていこう、なあ俺何やろ、フラグ違うか、あ、そのショットガンか、 S1 には強いね、うー、そう、リスかられしまった、リベンジ行こう、よっと、あの敵さんこっちのリスに流れてきてる、これ怖いな、アバカンで後ろ、よし、やっぱ威力があるのはアバカンだから、そこは助かるね。あ、ラズコンさんごめん取っちゃった、今、よし、
Lightning strike on standby. あ、ログ見てる。ここは、あ、いい。もう一人。ああ、ハンドガン火力に負けた。悔しいな今のは。よし、落とし。で、敵中央から回ってくるかな。あ、左端に行ってんのか。ナイス味方。一緒に行こう。ナイス。オッケー。さあ、表ディスしないか。大丈夫っぽいね。よし。ロードしておいて怖いとこにいんな。あー、やられた。いいとこいるな、敵さん。そこで味方やられたのもちょっと怖いんだけど。よし、まだいるよ。ここでもいるよ。あー、ショットガン近距離強いし、さすがだね。お、ということで、若干早く終わったね。75対42、勝つことができました。新しい迷彩なんですけど、結構ね、あの、凸凹が凹凸感があって、これ一番今回かっこいいんじゃないかと思うんで、まあ、ぜひともこれも購入してみてください。では、次回もご視聴ください。